中年オタッキーです。今日は先週アップロードしたスポット速攻についての動画の追加情報というか補足ですね。補足をツイッターとかね、その他で、補足しますよっていう追加情報ありますよっていう情報を流してましたね。まあそれと予定大きく、まあ予定あんまりなかったんですけど、6月1日からね、富士フイルムさんの、フィルムが値上げされるということで、30% ぐらいね値上げするっていうふうに、ほぼ全ての商品が 30% 値上げ、というお話があったので、それについてちょっと考えていこうと思います。それでは本編スタートしていきます。まず、追加情報補足ですけど、先週スポット速攻でそのグレーコンクリートのね、などを速攻して、写真を撮ると、全体的に、適正露出を得られやすいと、まあいうお話を、まあ、コンクリートで連呼したんですけども、かなりお詳しい方から、まあ、コンクリートにもいろいろあるけど、白っぽいコンクリートとかだと、とにかく白すぎる、明るすぎる。まあ、確かにそうですよね。コンクリートにもいろいろありますよ、ね。で、明確な数字があるということなんで、教えていただきました。反射率 18% のグレーらしいです。で、反射率 18% のグレーっていうのは、まあ、これです。まあこんな感じでね、ちょっと濃いグレーって感じですかね。だからコンクリートでその露出を決定する場合は、ちょっぴり汚いコンクリートぐらいが調子いいのかなーって感じですかね。ほんでね、この 18% グレーの、板がね、売ってるみたいなんですよ。で、楽天市場とかね、アマゾンとかで 18% グレーって検索したら出てきます。18% グレーレフ版だったかな。で、それを持ち歩いて、それで露出を測ると、まあ、適正露出が得られるということです。ただまあ持ち歩くのはめんどくさい、結構めんどくさいっていうことなんで、もう本当にカチカチに露出を合わせたい人以外は、まあこのコンクリートでどうだろうとか、まあこの壁でどうだろうとか、そんな感じで合わせてもいいんじゃないかとは思いますけども、リバーサルフィルムとかでね、本当に究極に露出を合わせたいっていう人にはね、この 18% グレーの板いいような気がします。まあそんな感じでね、まあ、売ってますし、そんなに高いもんじゃない、2000何百円とか そのぐらいの値段で買えるんで、まあ、買うのもありかなって思います。そんな感じで、まあ補足っていうか、その追加情報っていうのは、まあ、この辺までです。まあ、前回のね、その、スポット速攻の動画は非常に好評というか好調です。ものすごいね、チャンネル登録者数も増えててね、ツイッターにも書きましたけど、写真の露出でね、悩んだ人がいかに多いか、分かるっていうもんですね。まあ、選手も言いましたけど、抜けの良い写真、もう全然ね、その同じ写真でもね、適正露出でそうなんじゃない写真ではもう全然その綺麗さっていうかね、違います。スパーンとね、そのなんていうんですか、ナイフでスパッと切ったような感覚にもなるんですよね。適正露出で撮るとね、気持ちがいいんですね。で、綺麗な写真も見れるということで、いいと思います。ではね、今日の本題、フィルムの値上げですね。富士フィルムはね、もう一時期に比べるとね、もう随分上がってるっちゃ上がってるんですけど、現状でですね、業務用の100、カラーネガが、まあ、400円ちょいぐらいするのかな。で、リバーサルフィルムになると、富士クロームのベルビア50とかが1400円ぐらい、プロビアが1200円ぐらいかな。で、まあ、36枚撮りね。35ミリフィルムの36枚撮りで。で、もう、モノクロフィルムは、もう消滅。まあ、市場在庫は、まだあるっちゃある。店頭在庫ぐらい残ってますけど、まあ、そういう状況なんですね。で、
この値段を見てて、仮にその、ツイッターでも書きました、業務用の36枚撮りの100、これを3割値上げするとね、もうこいつの方が安いんですよ。これちょっと空箱ですけど、空箱で2入りもあったんだけど、このコダックゴールド、私これね、最近ね、ヤフオクで購入してるんですけど、10本セットでね、送料込みで、4400円、つまり1本440円で送料込みで買えちゃうんですね。で、値上げになると富士のフィルムはこれよりだいぶ高いってことになりますよね、530円40円1本530円40円の話になってくると思うんで、まあ売れなくなると思いますね。で、もうモノクロフィルムはすでにないんで、これ言うと怒る人いるかもしれない、知れないですけど、僕的にはね、僕ものすごいモノクロフィルムのファンなんで、もう富士はどうでもいいと思ってます、はっきり言って。だってモノクロやめちゃったもん。で、モノクロないメーカーをね、助けてもね、僕的にはどうしても、これね、みんな怒るかもしれないですけど、実はね、僕ね、富士のフィルム以外はほとんど使ったことがなかったんですね。大昔にね、売店とかに行って、富士のフィルムが売ってない、桜フィルムとかコニカしか売ってないよっていう、チャーナイ桜買うかコニカ買うかっていうことあったんですけど、ほぼ 100%、富士のフィルムを使い続けてきました。で、ネオパンアクロスが生産中止になったことで、浮気を始めました。当然ですよね。ないんですから。で、ケントミアを買ったりとか、この間ね、これ買いましたけど、これはね、もう、コダックのね、トライ TX400 っていうフィルムなんですけど、まあ、モノクロフィルムでは定番中の定番なんですけど、実は僕これ初めて買ったんですよ。モノクロフィルムファンなのに TX400 使ったことないの、トライ X 使ったことないの、驚く方もいるかもしれないですけど、初めて買ったんですね。初めて買って、ちょっとワクワクしてますけど、初めて使うんで。でも、結局、富士がね、販売を継続してたら、多分僕これ買ってないと思うんですよ。で、その目移りしだしたもんで、コダックゴールドも結局買い始めたんですね。誰かが、僕の視聴者の方がツイッターで言ってましたけど、結局富士はね、販売展開を絞りすぎて、よそにお客さんを取られてるのではないかと、それでさらに販売数を落としてるのではないかと、というふうに、まあ僕もそう思うし、で、やる気の度合いから言ったらね、もう僕はコダックをちょっと押そうかなと思ってます。なぜかというと、コダックはね、一遍経営破綻して、立ち直ってきたんですけど、で、フィルムのラインアップを増やしてます。リバーサルは一時全滅してたんですけど、E100 っていうのを、復活させましたし、で、モノクロフィルムがね、TMAX100、TMAX400、それとトライ X400、この3種類に加えてね、TMAX の3200というのもね、出してきました。これが去年だったかな。で、ここに来てね、フィルムをね、その種類、ラインアップを増やしてるんですね。だから、その両者を比較した場合、やる気は明らかにコダックが上と。残念なのが日本企業ではないということと、値段がちょっと高めってことなんですけど、値段高めっつっても、まあ、例えばリバーサルフィルムの E100 だと1本2000円ぐらいなんですけど、3割アップしたらベルビアが、何本になるのかな、3324、1800円、1900になってくるんで、そこまで遜色なくなってくるんですね。で、ツイッターでは書きましたけど、これも、もしかしたら富士はね、フィルムはやめる気なんじゃないかと。とも思えてきました。皆さんどう思いますかね。フィルムがないとフィルムカメラ写真撮れないんですね。で、ここからが言いたいのは、今デジタルスチールカメラの売り上げが激減してるってことです。コンデジが売れないのがメインの原因なんですけど、サムスンのギャラクシーだったかな、携帯電話。まあもうね、一眼並みの写真がね、撮れるようになってきて、一部は一眼でもできないことできたりとか、いろいろできるようになってきてるんで、そのスマートフォンだけでね、写真が、用事が済むと。で、デジタルカメラ、デジタルスチールカメラ、必要なくなってきてる。まあ多くの方が思ってるのは、スマホですごい綺麗な写真撮れるんで、別にね、デジタルで一眼いらないよとか、コンデジもいらないよっていう人が増えてると思います。で、僕は思うんですけど、やっぱね、同じもので勝負するがダメなんですよ。デジタルカメラとね、スマートフォン。絶対最後はね、スマートフォンが勝つと思います。その理由はね、10年経てばね、半導体の性能はね、1000倍になるっていうね。これで、言うたら、とりあえず画像を捉えたらね、後でアプリケーションで加工して一眼みたいな写真にする。こういうことができるし、自動でそれができるようになってくると思います、多分。だから一眼レフのね、出番はね、もう超望遠とか、もうそういう
超広角とかそういう世界しかなくなって、一般ユーザーは一眼レフいらなくなる、一眼レフってだけだけどミラーレスもいらなくなると思う。で僕ここで思うのはやっぱりそのデジタルはね、まあ前々から言ってますけど、デジタルは記録として残りにくい、残せないんですね。例えば、プリントアウトしても、ね、色あせてしまったりとかで、まあ濡れたら一発でプリントがパーンになるね。銀塩写真の銀塩プリントは水を通すことを前提に、設計されてますので、例えば水害とかで水に浸かってもね1週間ぐらい耐えるんですね。でもデジタルプリントのね、プリンターで印刷した写真というのは一発で一瞬でパーンになるんですよ。でさらにパソコンとかその携帯電話にデータを取りためていても、まあ言うたら携帯電話のパソコンが壊れたりとか、水没したり、したらデータなくなってしまうんですね。で子供の写真とかね、結婚式の写真とか、その大事な写真がなくなってしまうということを考えたらね、やっぱね、こうフィルムは必要。今日そのフィルムがね消滅していく危機に瀕している時にこういうのなんですけど、今からフィルムカメラはね、カメラメーカーは押していくべきだと思います。なぜならスマートフォンではフィルム写真は撮れないからです。でフィルム写真でないと、で写真は残りにくい。もうここをね押していくしかね、カメラの生き残り道はもしかしたらないのかもしれません。でも難しいでしょうけどね。今更ねその若い人にねフィルムで写真撮れてるの難しいものもありますけど、まあなんとかここを押していかなければ、結構ねそのフィルムで写真撮ってない人、僕の視聴者の方でもね大半が多分フィルムで写真撮ってないと思うんですけど、後悔すると思うんですよ。まあね5年10年はデジタルの写真も残りますけど、20年となるとね結構厳しいと思います。データが消えたりとかで、たくさん撮るんでね全部プリントしない、たくさん撮るから面倒くさいから後でプリントしようとか思って結局プリントしないで、気がついたらデータが消えちゃってた、こういうパターンはね往々にしてあると思うんですね。だからやっぱりね、まあ僕はよく周りの人にはまあこれいつも言ったかな、年に1本はフィルム撮れと、そうじゃないと記録が残らん。で、まあ将来子供が大きくなった時とか、年取った時に写真が残ってないって結構悲しいと思うんですよね。僕写真好きなんで、その昔の写真、子供の頃の写真とかね、未だに引っ張り出してておふくろと懐かしいなって見てるんですけど、それが残ってないのは相当悲しいと思います。デジタル一辺倒で撮るのはね問題だし、まあスマートフォンとかでねいくら写真撮ってもね見るだけで満足しても終わりなんですよ。プリントしないんですよね、みんなプリントしない。現実にそのプリント屋が儲かってないですから。まあそんな感じでね、フィルムカメラをねもっと押していきたい。で僕のねチャンネルを見てくださってる方でフィルム写真をやっている方に特にお願いしたいのが、周辺の人にぜひおすすめしてほしいんです。フィルム写真をね、残らんぞと、やばいんじゃないかと、残ってないでは済まされない時が来ます。例えば赤ちゃんの時の写真とかないの、子供に言われて、本当にうちの子なみたいな、まあよくドラマであるパターンですけど、まあそういうこともあるわけで、スマートフォンとかねデジタルカメラだけで写真を撮っていると、今ね中古ショップに行ってもそのハードオフとかのジャンコ内に行ってもフィルムカメラもうべらぼうに安いです。フィルム値段がねちょっと上がってきてますけど、まあそれでも買えない値段ではないですし、で何よりねフィルム写真はその特にカラーネガとかはねプリントしないと写真見れないんで、絶対プリントするんですよ。だから絶対残ります。もう火事とかにならない限りはね残ります。まあ銀塩プリントのお店を選ぶっていうのも必要ですけどね、プリントするときにこちらのお店は銀塩プリントですかってね聞いてください。そしたらね水にも耐えれるねウェットプロセスの、プリントをしますんでね、水害とかにも耐えれます。火事はどうしようもないですけどね、火事の時はもうデジタルのデータももう全部消えますしね。でまあデジタルはそのデータ保存サービスみたいなところも利用してデータを残すって手もあるんで、まあ両方で残すのがまあ一番いいんでしょうけど、まあデータ保存サービスとかもサービスが終了したら終わっちゃいますんで、で、JPEG、がいつまで使えるかとかそういう問題もあってね、めんどくさいことも発生しましたね。例えばね、僕が最初使ってた、一番最初に使ってたコンデジはね、GIF だったんですよ、保存はね。で、今 JPEG で GIF はもう表示されにくくなってきてる。JPEG がいつまで使えるかっていう保証もないんでね、そんな感じで、やっぱりねアナログに保存は勝てないと思うんで、
アナログ写真を、やっていただければいいんじゃないかなと思います。実はね、そのよく思うのが、そのユーチューバーのカメラ系ユーチューバーの方でね、フィルムをねメインにしてるの多分僕だけなんじゃないかな。他いるのかな。で僕もね、そのフィルムの動画だけ上げてるとね、あの食いつきが悪いんですよ。視聴数が伸びない。まあだからね、結構デジタルもやってる。本当はねフィルムをもっとガンガン押したいんですけど、フィルムだけでやってると視聴者集まんないんで、で視聴者が集まんなかったら伝えれる力が弱い、ということで、デジタルもやってる。まあデジタルも撮ってますからね、結局はね。でもやっぱりね、あのフィルム写真をね撮ってね、あの未来に記録を残す、これ大事なことだと思います。もう僕のねチャンネルを見てくださってる方、できればね、あの一人でも多くの方に年に1本はフィルムで撮れと、じゃないと残らないよ。5年前の6年前の使ってたスマホの写真残ってるかと、まあこういうことをね、あの訴えていただければと思います。今日の動画はそんな感じです。はい、次の動画だけど本当にわかりません。本当に撮る暇ないですよ。今ね、あの同僚飯食いに行ってて、同僚を引っ張る仕事をしてるんでね。で、この F601 の写真撮ってるんですけど、で写真撮ってるんですけど、ようやく30枚いったのか、ちょっとずつ撮って30枚いったのか、あと6、7枚撮って現像に出して、これカメラプレゼントにしていこうと思ってますけども、こっちを頑張ってるせいで D100 がおざなりになってしまってるし、まあ、多分次は、オリンパス、MU130 の紹介の動画か、コニカ C35 の、紹介の動画になります。どちらも面白いカメラです。まあメイン機種にするには弱いですけど、まあ例えばデジタル一眼を、で写真を撮りに行くときに、サブとしてフィルム1本詰めていくのはどうかなって思いますね。まあ今日の動画はそんな感じです。今日の動画大して面白くなかったと思いますけど、あの同意される方から、ね、同感する方、いいねボタン、押してください。ほんで、まあ、今後のね、カメラ動画は次々とやりますんで、よろしかったらあのチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、また次の動画、ちょっとね、今集中工事でね渋滞でもうメタになってるんで、次の動画もいつになるか分かんないですけど、また、あのお待ちください。それではまたよろしくです。最後まで見て、くれてありがとうございました。